姫様、こちらへ。姫様、冷たくはないですか？今夜は大層豪華な舞踏会ですね。俺も姫様のダンスを見てみたいです。そうなんですか？だって姫様、体を動かすことは得意でしょう。そうなのかな。でもきっと本当はお上手ですよ。姫様は恥ずかしがってるだけです。姫様、姫様。
姫様、大丈夫ですか？ご気分でも。そうですか。では、もうお戻りください。きっと殿様も姫様を探しています。おい、どこにいるんだ？姫様を探しに来たんでしょう。それじゃあ、俺はここで。ああ、こんなところにいたのか。いいよ。お前も疲れたんだろう。今夜のお客様方は皆おしゃべりだからね。けれど、お前がいなくては屋敷はまるで香りを失った花だよ。さあ、戻ろう。どうしたんだい、お前。何か嫌な目にでもあったの？じゃあ、なぜ？戻りたくないんだろ？何か悩みがあるのかい？誰にも言わないから打ち明けてみてごらん。家のこと？一体どういう意味かな。ああ、そんなことか。お前は何も心配しなくていいんだよ。お父様にも考えあってのことなんだから。お前一体誰からそれを聞いたんだい？まあいい。けれど、これは幸福なことなんだよ、お前。お前を幸せにするために、すべては計画されたのだから。もしかしてお前恋でもしているのかな。
やはりそうなんだね。恋なんてものはね、一瞬美しく夜空に咲き誇る花火のようなものだ。いずれ影も形もなくなってしまう儚いものなんだよ。もしもお前がその恋に身を投じようとしているのなら、僕は止めない。けれど、その幸せが続くとは僕には思えないんだよ。なんだ、一体何があったんだ。行ってみよう。お前、僕のそばを絶対に離れるんじゃないぞ。貴様ら何を突っ立っている。早く逃げろ。ヒデオ君、何なんだあの暴漢どもは。ならず者だ。反政府のならず者どもが貴族院の要人を狙って。腐り切った貴族院の悪人どもに鉄槌を。今こそお国のために鉄槌を下すのだ。警察に通報はしたのか。とっくにしたようだがまだ来ん。くそ、貴様らは早くここを出ろ。いいな。おい、どこへ行く。よせ。
名の分際で。邪魔をするな、帝国の海が。おい、女に刃を向けるとは何事だ。大丈夫か、お嬢さん。心配しなさんな。そら、ようやく警察どもがやってきた。お前、怪我はないか？お嬢さんは無事ですよ。この通りね。もう夜会どころではないな。騒ぎも収まったようだし、おいとまするか。